デルタフォースは1986年のアメリカ合衆国イスラエルのアクション映画。チャック・ノリス、リー・マービン主演、人質救出を任務とするアメリカ陸軍特殊部隊、デルタフォースの活動を描いている。メナヘム・ゴーラン監督作品。1985年、カイロ発アテネローマ経由、ニューヨーク行きの旅客機アメリカントラベルウェイ282便が、 アラブ人テロリストのアブドルによってハイジャックされた。アブドルは新世界革命機構を自称し、乗員乗客を乗せたままベイルートへ進路を変更させる。機長の起点により、早期にハイジャック信号を完成等へ送ったため、アメリカ大使館を通じてホワイトハウスに通報が行き、これを受けてアメリカ陸軍はニック・アレクサンダー大佐を呼び出し、 人質救出任務を行うタイテロ部隊デルタフォースを招集、出動させるよう命令する。ベールートにてハイジャック犯の同士十数人が282便に乗り込み、代わりに人質の一部が降ろされ、別の場所に監禁されてしまう。282便は離陸し、アブドルからアルジェへ向かうよう命令される。アルジェ国際空港で人質のうち女子供の解放が許されるが、 その直後に突入しようとしたデルタフォースを解放された282便の客室乗務員、イングリッドが、人質は別の場所にもいて、制圧作戦が知られたらみんな殺されると制止する。作戦は失敗した挙句、人質となっていたアメリカ人が見せしめとして殺害されてしまう。マッコイ少佐は、ピートと共にベルート入りし、協力者であるイスラエルの工作員、 デフィ・アミルと合流し、人質が監禁されているアブドルのアジトに近づくが、正体が露見して、アミルが殺害されてしまう。アブドルたちの追撃を振り切ったマッコイとピートは、イスラエルからカイロで潜入したアレクサンダーたち本体と合流し、新世界革命機構本部、人質がいるアジトをそれぞれ奇襲する。マッコイはアジトにいた、アメリカ人の人質の救出に成功するが、 新世界革命機構本部に監禁されていたユダヤ人とテロリストたちに逃げられてしまう。空港に向かうアブドルたちを発見したマッコイたちは奇襲を仕掛けてユダヤ人を救出しテロリストたちを殲滅する。しかし作戦中にピートが撃たれ重傷を負いアブドルに逃げられてしまう。マッコイは282便の奪還に向かった。 アレクサンダーに合流するように部下たちに命令し、単身アブドルを追跡する。アブドルは近隣の民家に隠れていたが、マッコイに発見され殺害される。アレクサンダーたちはテロリストたちを排除して282便を奪還し、人質たちと共に脱出を図る。異変に気づいた周囲のテロリストたちが退去して押し寄せるが、駆けつけたマッコイに殲滅され、282便は、 無事に、米ルートを脱出する。人質たちは、脱出を喜び合うが、デルタホースの隊員たちはピートが死んだことを聞かされ、悲嘆に暮れる。ベングリオン国際空港に到着した282便は、民衆から歓迎を受け、人質たちは、家族との再会を喜ぶ。彼らが喜ぶ姿を横目に、デルタホースの隊員たちは、アメリカ軍の輸送機に乗り込み、 民衆の歓声を浴びながらアメリカへと帰国する。カッコ内は日本語吹き替えこの映画はほぼすべてがイスラエルで撮影された。メナハムゴーランとヨーラムグローブスによって作られた GG イスラエルスタジオが主に活用された。ベールート空港、アルジェ空港、アテーネ空港、テルアビブ空港のシーンはすべてイスラエルのベングリオン国際空港で撮影された。そのため、 一部の空港シーンにて、ヘブライ語の文字と、イスラエル警察のエンブレムが確認できる。公開時の宣伝コピーは、豪華12スター10年に一度の夢の共演、と題された。豪華12スターに数えられなかった当時、新人のキム・デラニーだったがポスターには、囲みのスチールが加えられていた。公開時点で、アカデミー賞受賞者4名、ノミネーター2名、 公開後のノミネーター1名。ゴールデングローブ賞受賞者2名。ノミネーター5名。公開後のノミネーター1名。トニー賞受賞者1名。エミー賞受賞者3名。公開後の受賞者2名。ノミネーター1名。ハリウッド電動入り俳優が1名。公開後の電動入り俳優が3名。カンヌ国際映画祭。女優賞受賞者。ベルリン国際映画祭。 男優賞受賞者、ベルリン国際映画祭、女優賞受賞者、ベネツィア国際映画祭、審査員特別賞受賞者、各1名。多多数の賞の受賞者、ノミネーター多数。ありがとうございます。